配信。今日は持ってきたから書いてないの、残りこんだけ。だいぶ減った。15時20分までやります。いいよ。15時20分にあったランキングも。1時間くらい。インクまだある、まだある。どういうこと？インク？インク？インクはまだ。ちょっと。まだ終わってないよ。あと半分ぐらい。あるんで。残りを。よいしょ。こっちもじゃ。昨日1枚も書いてないかも。一昨日から書き始めて、確か一昨日半分ぐらい書いた。今から1時間ぐらい、3時20分まで1時間ぐらいだよね。やってさ、どうしようかな。この後レッスンあって、できそうだったらもう一回しようかな、空いてたら場所が。夜じゃない、レッスン終わり。レッスン配信終わってまた1時間後ぐらいかな。しない。またサイン書く配信。どうせ終わんないだろうから1時間じゃ。場所が空いてたらだけど、本当はもうちょっと早い時間にしようと思ってたんだけど、お昼ぐらいに。場所が空いてなかったんだよね。だから寝てました。場所が空いててできそうだったら、あのリバースまた届くするって。
お昼はね、なんかあれ食べた今日、あのなんかなんだっけ、ブリッドっていうやつだっけ。違うな、ブリッドじゃないな、なんだっけな。なんだっけ、ブリッドかな。あのサラダとかのコーナーに売ってある方の、温めるやつじゃない方。温めるやつもある、それじゃないやつ。野菜と、なんか野菜となんか入ってるやつ、お肉か、それとなんかサラダチキンの間にチーズが入ったやつがあって、それ買ってみた。食べたことなかったから。サラダじゃない、サラダ、野菜が入ってるやつは中に、ブリトー違ったかな、お前忘れた。時間でどれだけ終わらせれるかな。今日終わるかな。これ今日中に終わらせたいんだけど、あとこれトルティーヤ、それかな。なんかでもそんな感じのやつ。ブリトーは温めるやつかな。中にチーズとか入ってるさ、そっちかな。トルティーヤかな。まだまだある。え、でも多分今日で終わるよ。今日で終わる。だってこのまま これ1日で終わったから半分以上ぐらい、一日でだから、え、多分いけるでしょ。だってこれよりかは少ないよ、ほらちょっと少ない、いけるよ。結構黒くなるんで、鉛筆で書いてたらなるかもだけど、鉛筆じゃない、ペンだから。なんないです。ペン1本で足りるよ。え、ペン1本でめっちゃ書けない？そんな、うん、書ける。キャップ開けたまま放置しなかったらいける。
なんかこういう書き物のやつでさ、書いてて途中でペンのインクなくなったわ、あんまないよ。終わらせ。今までとも書くやつ、どうだったかな。今までどのぐらいなんか多かったやつもあるけど、どのぐらいの枚数だったとか覚えてないからわかんないな。いっぱい書いたなってやつもあるけどわかんない。あ、でもこれは多い方なんじゃない、わかんない。でさ、エイトのコンサートの時に、なんかあったじゃん、なんかメッセージカードとかツアーとかの時に、それどのぐらいあったかな、枚数覚えてないからさ、そんなどのぐらい書いた、多かったの覚えてるけど、どのぐらい多かったかあんま覚えてないからちょっと分かんないけど、これは多い方なんじゃない？前回のコンサート？春コン？でもなんか書いたりしたけど、でもそれはさ、2階席の方だけだったんだよね。ん？ 2 階？ 3 階？何階だっけ？ 3 階かな。なんか客席の練り歩きで行けない席の方、3、4回か、2階席までは行ったんだ、間違えた。そうだから全員じゃないじゃん、書いたのが。だから今回よりかは少なかった。あと公演数が3公演分じゃないから、前回の。だから今回の方がいいけど、っていうぐらい。作るチョコバナナモヒンほぼオートミール、どういうこと急にえ、そうなの、ほぼオートミールなの。オートミールあんま食べたことないからわかんないんだよな
めっちゃキュこんだけ書いた。今日持ち帰りのガストいいね。ガストテイクアウトが、テイクアウトしたことないの私。お店でしか食べたことない。やりそうだよね。多分いけるよ。多分。今日は全部書いてから帰ろうと思ってるから。あ、すごい。ペンついちゃった。よいしょ。だいぶ書いた。いや、昨日のじゃない、一昨日にめっちゃ書いた。昨日は書いてないかも。昨日は数枚しか書いてないや。昨日はね、そう持ってこなかったから置いてきちゃったから、部屋に。で、朝から夜までお仕事だったからね。昨日はほんと数枚しか書いてない、書いてたから。昨日、いや書いてないかも、1枚も。今日書いてる。今日眠くないね。いや、さっき寝てた。さっきのレッスンが始まる前、空いてなかったから配信する場所がここが。だからもう寝てた。反対だこれ、向きが。ここだね。
ますよ。びっくりしてない今日。踊っててめっちゃ汗かいたから、ボサボサ。いや、これでこっち鏡でほら、いや人によるね。なんかメイクした方がなんか気合い入るみたいな人もいるし、すっぴんでくる人もいる。私はねメイクするとなんか踊ったらめっちゃ汗かくじゃん。それでメイク落ちるの気になるからしない。メイクしてメイクしなきゃな時はするけど、あのメイク時間があんまなくってレッスンとかの前にメイクしなきゃとかだったらするけど、それがしないです。気になるから。人によるだから、メイクした方が気合い入るって人も。できてないから何にもやってないや。順調。トイレかペースアップしてるか。もう今日終わらせるから絶対にこれを。手まださっき書き始めたばっか。今何分みんな。あとちょっとしかないかな、もしかして。20分って言ったよね、私ね、ランキングの。
と40分ぐらい、40分ないか、35分か、あと。20分、あと20分だもんね、今のね。15分の20分、35分。今日終わらせるから絶対に。終わらせて帰る。私のサインボール持って、え、5個も持ってる。私のサインボールめっちゃ持ってない？ 5 個すごいな、本当に。そんなサインボール持ってんの、すごリズム感ある？書いてる時の音？わかんない。さっき書いたやつ重ねちゃったけど、重ねない方がいいか。こっちの方がどれくらい書いたか分かるもんね。今こんだけだいぶ書いたんじゃない？書いたやつ半分は書きたいから、そのぐらいだろう。半分まだまだちょっと出そうか。このぐらい書いたら半分、あとちょっといいか、このぐらいだな。よし、この配信で残りの枚数半分ぐらい終わらせたい。あと多分30分ぐらいしかないけど。
溝が手がかないと。すぐに部屋が、あ、そう、部屋が空いてたらショールームしようかな。またこの続きを、ずっと終わんないから、あのこの配信だけじゃ。部屋が空いてれば、多分空いてると思うけど。分かんない。何時までしと、15時20分になったらランキングを読んで終わります。で、部屋が空いてたら、ここがまたレッスン終わったらまた配信する。空いてたらだけど、空いてるか分かんないからな。後で聞いてみないと思った。そう、また続きある。あ、お弁当、お弁当です。豚の生姜焼き。何種類かあって生姜焼きにした。今日は明日くらいに、いや今日終わらせたいのよ。今日終わらせてから帰ります。
も絶対終わると思う今日。そんなに言うほど多くない。終わる。今の配信で終わらせたのがあとこんだけ、半分ぐらい残りの。もうちょいあるけどまだ不可能。とりあえずこのぐらい終わらせたい。まだあるよ。せっかく書き配信、そう終わらせたいから、まだ期間は余裕はあるけど早く終わらせた方がいいじゃん。私的にもスタッフさん的にもだから今日中に終わらせる。今何分？終わるかな？今の配信で終わらせたい量ここに取ってあるんだけど終わるかな？うん、すごい配信切らなきゃいけない。もうすぐ15時？じゃああと20分ぐらいあるか。
20分あればいけるかな。あとね、あとこれだけ終わらせたい。この配信で20分あればいける？なんか微妙なところじゃない？ギリいけそうな気もするけど。残りはまた後で、配信ができそうだったらそこで、まあ、できなかったら普通に吹けばいける。だいぶ書いた。インク出るやつもらってこようかな。ペン変えてこようかな。じゃあ一旦ペン変えてくるわ。違うの持ってくる。忘れる。ちょっと待ってて。戻りました。なんか途中向きが変わってる。こっちか。新しいペンもらってきた。うん、書きやすいわ。そうじゃない？あのこれの配信で終わらせたい分だけは。全部は終わんないけど。
何枚だろう。今の写真で終わらせたいのはあとこんだけ。だいぶ減ったよ。あれ書いたのね。え、結構書いたよ。ほら、結構書いてない、今の配信で書いたやつ。順調だよね。いい感じだわ。終わらせるから、これ今の配信で。あとこんだけ。だいぶ薄くなったよね。これ終わったらあとだいぶ少ない、残り半分ぐらいを後でレッスンをさせたら終わり。終わりそう、今日中に。残り半分じゃない、残りとね、始めた時点でもう半分ぐらいだった、残り。そっからまた半分、残り4分の1くらい。一昨日めっちゃ書いたのよ。てかずっと書いてた。一昨日帰ってからもずっと書いてた。みんな書き終わってるんだよね、これ早い、みんな書くの。なんかね、結構早く書き始めてた人も多かったから。全然まだ締め切りが早いとかいうわけじゃないんだけど、まだ余裕はあるんだけどね。みんな早いのよ、書くのが。書
き終わったマウント取れないよ。だって書き終わってる人多いんだもん。言ったところで結構な人数終わってる。残り10分。あとこんだけ。いけるかな。え、ちょっと微妙じゃない？まあでも終わりにくっても、まあまた後で書けばいい。配信用で撮ってるやつを待って待って、まだこっちがあるから次こっち終わらせる。一旦今の配信で終わらせたいのがさっき見せただけ、少ないもんね。一旦ね、早い。ちょっと待って、来場者全員もらえる。そうでもね、あのランダムだから誰のがもらえるかは分かんないけど、誰かのがもらえます。3日間コンサート来てくれた方全員に3日間ともあるから、誰の子も分かる。あー分かるんじゃない？てか名前書いてる人が多いと思うけどな、自分の名前。やばい、充電がなくなってる。
と何分充電持つかな、あと何分ある20分まで。あと4分持つかな。持つか。4分なら配信終わったら充電する。ないんだよね。ここ、うん、こっちにも持ってきてないから取りに行かなきゃいけない。分なら持つよね、きっと。あのランキング読んだとしても読んだ時間入れても10分ぐらい、あときっと持つでしょう。いやね、見えないから分かんないんだよね、今何パーかが。ショールームさ、横の画面にしながら配信するからさ、縦だったら見えるけど表示されないから、自分の今の充電のどのぐらいあるか見えないから分かんない。1時間ぐらいしてたらね、結構充電あってもなくなる、 20% なるから、ないんだよね。15? 多分買わない買わないかな、多分。まだね、今の携帯そんなに劣化したなと思わないからいいかな。携帯今年ね交換してるからさ、携帯に不具合起きて、携帯のバッテリーとかそんな悪くないのよ今まだ。使ってるの12だけど、だからまだ買えなくていいかなって感じ。あとちょっとだ。え、あとほんと2枚ぐらいなんだけど、今の配信で終わらせたやつがね、まだあるけど、とりあえず今終わらせたやつが終わりそう。嬉しい、よかった。20分なった？いや、これに書くよちょっと待って、これだけ書いて、このランキング読む。
とりあえずこの配信で終わらせたいのは終わった。これで書いた。いや半分ぐらいがちょうど、ほらこっちが書いたやつ残り。よし、いい感じ。これが全部書いて一旦。じゃあランキング読みます。あーすごい、なんだこれ。あ、ミラーボールか。月の形じゃないこれ。ありがとう。じゃあ13位からランキング見ます。13位中身さん、ありがとうございます。12位としのりさん、ありがとうございます。11位おさむさん、ありがとうございます。10位バトニーさん、ありがとうございます。9位リボンさん、ありがとうございます。8位ユージュとマーク、実はリップしてない今日でも大好きです、ありがとうございます。7位大野隆文さん、ありがとうございます。6位ずうしみけんすうけさん、ありがとうございます。5位かささん、ありがとうございます。4位筋肉愛好家さん、ありがとうございます。3位しゅうへいさん、ありがとうございます。2位佐々木俊介さん、ありがとうございます。そして1位がティンさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう。じゃあちょっとまたレッスンがあるんで一旦行ってこようかな。でこの場所空いてたらまたレッスン終わり次第やります。続きを書く。空いてたらまたすぐしますね。1時間後ぐらいにできるかな多分。空いてたら1時間ちょい後ぐらいに、16時前にはできるはず。空いてたら、空いてたらね。じゃあそれじゃあレッスン行ってきます。ありがとうございました。バイバイ。またね。バイバイ。ありがとうございます。